同じパターンが4つある色合いの美しいステンドグラス風の作品です。まず黒い紙を四つ折りにします。端がめくれる方に用意しておいた型紙のこの模様がつながっている部分を合わせます。これをホッチキスで2箇所ほど留めます。線を残すように切っていきます。うまく切れてない場合は無理やり引っ張らずに裏返して切りましょう。丸いところは紙の方を回しながら切っていきます。最後にホッチキスで留めたところを切り取ります。これで型紙が外れます。開くと同じパターンが4つできています。透明な OPP 袋に入れます。このままだとぐにゃぐにゃしてなかなか入りません。同じ大きさの紙に挟んでこのまま袋の中に入れます。その後で紙を抜き取ります。袋の中で黒い紙が動くといけませんので端をセロテープで留めておきます。微妙な色合いを出すために液体のりを使いました。しっかり水気を拭き取って グラデーションを出したいところにまず液体のりを塗ります。これは100円ショップで売っているプリンターインクです。使いやすいようにスポイト瓶に入れています。インクと液体のりを混ぜたものを花びらの先から塗っていき、だんだんぼかしていきます。塗りやすいように回しながら塗っていきましょう。プリンタインクはマゼンタ、シアン、イエローの3色を用意します。この3色を混ぜることでいろいろな色を作ることができます。完全に乾けば出来上がりです。
色のついた作品の後ろからアルミ箔をくしゃくしゃにしたものを当てるとこんな感じになります。白いロールカーテンに貼ってみました。光が透けて裏からも模様が見えます。日の当たる窓辺に飾ると色のついた美しい影ができます。模様や飾る場所を工夫して楽しんでみてください。